秋の全島闘牛大会を撮影します。はいたーい、おはごん、あずさやいびー。今日のうちなーチャンネルは秋の全島闘牛大会を撮影します。あのうちなーチャンネルでもね、もうおなじみの、そして私がねずーっと追いかけ続けてきたもう大ファンのマイシンリュウが今日出場します。マイシンリュウが、沖縄のね全島一優勝旗争奪戦に出場するんですね。ちょっと新型コロナの影響で闘牛の大会自体もずっと休みが続いていたんですけれども、やっとですね再開しました。でマイシンリュウが久々の試合ということで、もうずっとちょっとドキドキしております。でね、あの相手がねまた今回強いんですよ。現、王者のですねクラウン、今日はクラウンと対戦します。はい、なのでちょっとねどうなるのかは正直ちょっとねわからないんですけれども、はい、あずさチャンネル、あ、そうだよ、見てる、見たことあるよ、本当に、ありがとう、毎週利用するの、毎週見てるよ、本当に、ねえ、ね、ありがとう。どっから来たの今日、牛小屋、牛小屋、どこの牛小屋の、クラウン、クラウン、クラウンって書いてる、こっちも、こっちも、こっちも、あ、本当だ。今回ね、今日ちょっとライバルかもしれないんですが、闘牛はね、みんな大好きなので、今日ね、全力で応援していきたいと思います。それでは、行くぞいや、そうそう。今回の闘牛大会なんですけれども、新型コロナの影響で、いつもとはね、少し異なります。牛1頭につき、闘牛士は今回3名までということで、いつもね、この応援隊も一緒にこう、中に入っていくんですけど、それが今回できないということで、ちょっとスタイルが異なります。中の様子もね、ちょっとまたリポートしていきたいなと思います。いや、そうそう。では、これからちょっとね、あの、入場口で友達と待ち合わせをしてますので、行きまーす。ほら、イエーイ。いたいたいた、はい、闘牛のチケットです。取組票をもらいました。席がなんとか取れました。こんな感じです。いや、そうそう、ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりましたうるま市与那城出身前原高校 OB の玉城デニーです。全島一クラウンの優勝旗の返還、そして県知事杯の返還を行っていきます。今ですね、開会式がありまして、そして優勝旗のね、返還がありました。今回ね、クラウンは初の防衛ということで、朝鮮牛マイシンリュウと、ね、戦います。どんな感じになるのか、もう会場もすごいね熱気にあふれていて、人数は、通常の大会の3分の1ほどだそうなんですけれども、かなりね熱気があるからか人がいっぱいのような感じがします。いや、そうそう、に関しては横に入ったこの本当にですね、第113回の全島闘牛大会2周目の風景に戦闘が開始となりました。風切り戦が終わりました。来福地流と白蘭、会場からもねなんかこういろんな、わーとかね、惜しいとかいけいけとかね、いろんな声が聞こえてきました。発射美容とかもね、聞こえてましたね。面白かった、いい試合でした。クラウンかと思った。すっごい大型だったし、鼻息も荒かったから、なんかもう王座の風格だったんですよ。そろりそろり行ったら違う牛でした。いや、そうそう、うん。
久々に会ったらね、もう可愛くて可愛くてさ。で、様子はね、なんかちょっとね、緊張してるかなと思ったんですよね。以前ね、お世話してた方の話によると、少しなんかちょっとぼーっとしてるねって言ってて、まだクラウンは到着していないので、ひとまずね、待ちたいと思います。いや、そうそう。もう間もなくでですね、マイシンリーの試合が始まるんですけれども、まだですね、実はクラウンが待機小屋に来てないんです。ちょうどね、マイシンリーの角を研いでました。あの牛舎にいる穏やかなマイシンリーのままです。どんななるかちょっと今日は読めないですね。会場内に入って待機したいと思います。いや、そうそう、いよいよこの後全頭一優勝旗争奪戦が始まります。マイシンリー対、クラウンということで、現王者とそして元沖縄チャンピオンの戦いになります。もうめっちゃ緊張する。ありがとうございます、はい、お付けで応援します。昨年の秋の全島闘牛大会で見事優勝した、そして沖縄全島一チャンピオンのクラウンが今入場しています。さあ、マイシンリューが入場してきます。緊張する。頑張れマイシンリュー。来たー、マイシンリュー来ました。来た。さあ、マイシンリューが今入場してきました。これから全頭一優勝旗争奪戦です。さあ、クラウンはうなっておりますが、マイシンリューは非常に落ち着いた表情です。合わせました。さあ、対戦開始になりました。さあ、今すごい、頑張れ頑張れマイシンリュー。クラウンの推しを今粘ってるところです。おー、マイシンリュー、いけ。ちょっといつものマイシンリューとちょっと雰囲気違いますね。ちょっと緊張してるのかな、久々の大会ということで。いけ、マイシンリュー、いけ。静まり返った競技会場。対戦タイムは9分を経過。マイシンリューが少しね、痩せてるような感じなんですよね。ただ両牛とも体重も戦力もデビュー戦もですね、マイシンリューが1年間早いんですけれども、本当にいい。おー、いけ。あー、マイシンリュー、頑張れ、マイシンリュー、粘れ。足、うわー、すごい、うまい。さすが、マイシンリュー足腰をね、使うのが非常に得意ですので、得意の足腰を使ってどうにか相手の攻撃をですね、いなしてますね。試合は18分、対戦タイムは18分。負けました。わー、負けた、残念。お疲れ様です。悔しいね。いや、でもね、マイシンリューもやっぱ元チャンピオンでしたよ。強かった、最初からもう戦闘モードだったんですよ、はいはいはい、クラウンが、うん、でマイシンリューが若干その圧に押されてるかなっていう感じは実はしてて、うん、いやちょっと心配ではあったんですよ、うん、でただ足腰がやっぱ強いので、はいはい、どこかでチャンスをこう巡ってきたら、うん、一発こう腹取りとかしてくれるんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、今日はもう徹底してこう駆けでフェイス掴んで離れ際にまた割りを入れるという。でもね、強さを見せつけたよ。強さ見せつけた。あそこまで耐えれる牛いないから。今日みんながクラウンの強さを改めて認めた試合だと思う。いや、クラウンあっぱれでした。マイシンリューもお疲れ様でした。
いやそうそう、秋の全島闘牛大会試合が終わりました。前進竜はですね、惜しくもクラウンに負けてしまいました。まあ、あの闘牛実況アナウンサーの畑石さんもおっしゃってたんですけれども、あのクラウンに対してここまでね対応できるのはね、もう他に牛はいないよっておっしゃっていて、でもそれぐらい前進竜がね非常に強いっていうことももちろん分かった上で、それをさらに超えたクラウンはより強いわけですから、いやーやっぱり王者すごいなと思いました。で今回からですね、闘牛大会ですね、有料のライブ配信を始めたんですね。おそらくこれから増えてくると思います。でそうなると、あの闘牛のね会場に来られなくても遠方からもね闘牛をね見ることができますので、リアルタイムでね見ることができますので、こういったライブ配信があるんだよっていうこともですね知っていただけると嬉しいです。では今日の動画は以上になります。ぜひグッドボタン、チャンネル登録、そして通知音、ユタサルグトゥー、逃げーサビラ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴、一平二平デイビタン。またやったー。